たら少しキリッとした表情でそのままお願いいたします。参ります。最初はちょっとこちらカメラ目線でお願いいたします。では参ります。そんなになんか緊張してる感じはなさそうです。緊張してる。緊張してる。はい、緊張してる。すごい、すごい楽しかったです。1時間半ぐらい、2時間弱ぐらい、意外と短く感じました。まあでも、和装が初めてだったんで、すごいいい体験できてよかったです。彼女も綺麗だったんで、すごいよかったです。よかった。なんかモデルさんになった感じで、なんか至れり尽くせりでも朝からもう綺麗にしてもらって、もうね、しかも安田邸で絶対撮りたかったので、もう大満足。本当嬉しいです。楽しかったです。少しだけ後ろに下がりますね。和之さん、そのままそこで大丈夫です。ありがとうございます。あなたはね、めちゃくちゃドリドリですよ。お持ちいただいてもよろしいでしょうか。どうもカメラ目線でお願いいたします。あ、とても綺麗です。ありがとうございます。すいません、出ますので、はい、ちょっと奥の方にですね。うち遊んでいい。トレーダー感をここで稼ぐ。カリラリン。木漏れ日が。あ、さっきちょっと。めっちゃいいじゃん。ソロでかっこいいな。かっこいい。階段危ないので気をつけてください、ね。はい。はい、ありがとうございます。綺麗です。軽く肘を張ります。お互いの何か好きなところを何か一つだけ挙げていただいてもよろしいですか。笑顔。笑顔。そうなの。それはそうか。雰囲気が好きです。とにかく穏やかな感じが好きです。めっちゃ似合ってます。ありがとうございます。そのままこの左手を使いいただいて、また若干のちょっとほぼくらいで笑いすぎない感じで大丈夫です。ありますね。はい、もう一回こっちです。あ、やばい、これが一番ですね。大丈夫です。どっち側を出します。待ってください。まだです。まだですよ。飛んだけします。まだ振り向かないです。トン。いいですか。はい、どうぞ。あ、すごい。すごい。じゃあ初めて見るの？初めて見るんですよ。あ、そうなの？そうです。あ、そう。だからね。すごい、いい笑顔取れた。よかった。様相のこだわりはこれです。もう大きい花冠をつけたくて、それで、まあ、この色の花冠をゲットしたんで、これに合うドレスと思って探してこれにたどり着きました。ここベースで。そうですね。そう、実は、まあ、ドレス自体もこれか緑かで悩んでたんですけど、まあ、これに合わせるのがここがね、ちょっと似てる色味なんで、こっちの方が可愛いかなと思って。正解だったね。に合わせてタクシーの色も、そうです、そう、私が選びました。選ばれました。そのセンスはもう一回すごいいいもらっていいですか。すごい上手です。
毎日楽しく2人でやっていけるなら、うん、まあ子供ができたら子供と3人4人と一緒に毎日楽しく、ね、そうね、もうね、居心地がいいところ大好きなんで、このままずっと一緒にね仲良く過ごしたらいいなって思います。みんなが温かい感じで、なるべく喧嘩もしないようにそうね、仲良しにね、うん、もう子供ともみんな友達感覚で仲良くやってきてます、うん、合ってる、うん、いいと思う